大躍進政策とは、1957年の反宇派闘争で党内主導権を得た中国共産党中央委員会主席、毛沢東の指導の下1958年から1961年までの間、中華人民共和国が施行した農業と工業の大増産政策である。反対派を粛清し、合作者、人民公社大食堂など、 国民の財産をすべて没収して共有化する共産主義政策を推進した毛沢東は数年間で核武装や高度経済成長によって先進国であるアメリカ合衆国やイギリスを15年以内に追い越すと宣言。しかし現実を無視した手法と多数の人民を処刑し訪問しさせるなどの権力闘争のために中国国内で大混乱を招き大基金と 産業、インフラ、環境の大破壊を起こし、多数の死者を出した社会主義政策である。ソ連共産党のニギータ・フルシチョフ第一初期と中国共産党の毛沢東等主席1957年11月6日、ソ連共産党第一初期ニギータ・フルシチョフは、ソ連が工業生産及び農業生産において15年以内にアメリカを追い越せるだろうと宣言した。 中祖対立が鮮明化しつつあった中、毛沢東共産党主席はこれに触発され、1958年の第2次5カ年計画において中国共産党指導部は当時世界第2位の経済大国であったイギリスをこれらの農工業の生産指標において15年で追い越すという壮大な計画を立案した。しかし、市場原理を無視して一部の農工業、 生産指標のみにおいて3年間で英米を追い越すほどのノルマを人民に課し、ずさんな管理の下でこれらの農工業製品のみに、対して無理な増産を指示したため帰って、生産力低下をもたらした。1959年の7月から8月にかけて、厚生省のロザンにおける会議において、共産党の要人、国防大臣、法徳会元帥が大躍進政策の問題点をいめた。 この指摘に対して、毛沢東は、労働者を搾取する制度を正当化する観点が、含まれているとして、社会主義への裏切りであると拒否。法徳会は失脚させられた。この結果、同政策に意見する者がいなくなるとと,ともに、一層、無理なノルマが課されるようになり、ノルマを達成できなかった、現場指導者たちは水増しした成果を報告した。そして、その報告を受け取った。 毛沢東は実態を把握しないままさらなる増産を命令するという悪循環に陥っていったのである。また、高等教育を受けた者が少ない当時の同国の指導層の無学が故に、需要や流通、輸出入やインフラストラクチャーなどを含めたマクロ経済やミクロ経済のメカニズムのみならず、生態系全体のシステムをも完全に無視し、 単に数字上の生産目標達成のみを目的とした単純かつ一面的な計画を押し付けたことも甚大な被害を招いた。経済のシステムや自然はごく単純な合理思考で改造、操作できると考えてしまったのである。当初、農民たちは人民公社の食堂で食事が無料で提供された。しかし、食料が逼迫すると、 この方針は変更された原始的な方法で鉄を量産する農民農家の庭に作られた路福賢証、南安市県所用沈後高梁村にある成功路の遺跡。現存する大躍進の遺跡としては貴重である。大躍進政策は多くの運動の総称である。ここでは主要なものを列挙する。概要1958年10月から鉄鋼の大増産を 目指して原始的な溶鉱炉を用いた製鉄が全国の都市、農村で展開されたが、金属工学の専門家もそれに適した設備もなく、原材料も満足に確保できない中で素人に良質な鋼鉄が作れるはずもなかった。建設資材土方炉を建設するための主な資材である耐火レンガの供給は皆無に等しく、一般住居用のレンガですら供給不足の状態だった。 このため、レンガ製の塔や寺院、城壁など、全土で多数の歴史的建造物が土方炉建設用のレンガ採取の目的で解体、破壊された。燃料の確保目標としていた、イギリスやアメリカに比べ電化が遅れていたことから、農村部等、ほとんどの地方では木炭を燃料としていたため、必然的に土方炉の還元剤にも木炭を使用することになった。 このことは、木炭を生産する目的で、全土で樹木の大規模な伐採が開始されることを意味した。伐採の対象は事実上、無差別、無分別であり、果樹への果樹、園芸用の干木も例外ではなかった。石炭が入手可能な都市部でも、コークス炉を備えていない場合が多く、石炭を地上で直接燃やして、コークスを生産する方法を採用したことにより、 結果的に大量の石炭を浪費することになった。原料の確保鉄鉱石は石炭同様産地が限られ、かつ供給不足の状態であり、多くの地方では砂鉄の入手すら困難な状況にあった。このため都市部では鉄製の各種設備、構築物を解体した。農村部では人民公社で農業と食事を集約化するので不要になるという名目で、 各家庭の鉄製の脳器具、水事用具を供出させた。これらの供出されたクズ鉄を土方炉に投入するという、鉄製器具でクズ鉄を生産する、本末転倒な状態に陥った。結果1,117万トン生産された鉄のうち60、60%が全く使い物にならない素悪品だった。それでも動産計画に従って、 生産を続けたため資源を大量に浪費する結果となった。さらにこれらの無理な増産計画によって作られた粗悪なものを含む鉄の用途、さらに販売流通も全く考慮されていなかったために工業生産から流通までに長期間にわたり悪影響を残した。また、この時の製鉄事業により大量の木材が伐採されたため、2010年代に至っても中華。 人民共和国では毎年洪水が発生している。しかも農民が大量に借り出されたため管理がずさんとなった農地は荒れ果ててしまい、ノルマ達成のために農民の保有する鍋釜農具まで供出されたために地域の農業や生活の基盤が破壊されてしまった。1958年2月から4階の大量捕獲作戦が展開された。中国語では 4害運動と呼ばれたが、スズメを大量に駆除したことから、ダマージャン運動、消滅マージャン運動とも呼ばれる。しかしスズメの駆除は、かえってハエ、カ、イナゴ、ウンカなどの害虫の大量発生を招き、農業生産は大打撃をかぶった。スズメは、農作物を食べると同時に害虫となる昆虫類も、食べ、特に繁殖期には、ヒナの餌として、大量の昆虫を消費している。 指導層の無知がゆえに、食物連鎖の生態バランスを完全に無視した結果だったのである。後にスズメは南京虫に変更され、ソ連から大量のスズメが送られたと言われている。伝統的な農法も、科学的知識に基づく、近代農法も全く無視した政策が実行に移された結果、農業などにさらに大きなダメージを与えることとなった。まず、第一に、 人民公社の設立などによって農村のコミューン化を強力に推し進めた。これは生産意欲の減退につながったが、1978年に生産責任制が導入されるまで一応システムとしては存在した。また、類戦庫の学説に基づいた農業開発を行った。これは旅を超えた密植や種を2メートル以上の深い穴に埋めることであり、 農業技師の助けも借りずに素人を動員して、考え機構を作ったりするなどという秩序なものであった。当然のごとくこれらの手法は全く効果を上げず、すさまじいまでの強作になった。大躍進政策は、軍事侵攻の末に同国に併合されて間もない、チベットでも行われた。しかしが死者は続出し、1989年の中国社会科学院の調査では、 基金で死亡した数は1500万人とされる。この他、人工統計学者のジュディス・バニスターは3000万人と推計している。1980年代の北京経済制度研究所による報告書では、パンチェンダーマの故郷である青海省では人口の45%に当たる90万人が死亡し、四川省では900万人が死亡したという。 基金について研究したジェスパーベッカーは、中国のいかなる民族も、この基金によって、チベット人ほどの過酷な苦難に直面した人々はいないと指摘している。パンチェンラマ10世の還元チベットに対する中国、共産党政府の抑圧政策の実情に触れるにつれ、パンチェンラマ10世は1962年、中華人民共和国のチベット支配を批判した還元、7枚こと上書。 を上層した。7万個と上書は長らく極秘文書であったが、後に発見された。パンチェンラマは1962年5月18日に、チベット政府主犯の地位を、州オンライン首相に譲る。中国統一戦線部部長、李忠史官は、3ヶ月間還元を受けて、改善を実行しようとしたが、同1962年8月、毛沢東は、中止を指示し、李は、 パンチェンラマとの結託を批判され、パンチェンラマも自己批判を命じられ、翌1963年、ラサで50日間の闘争集会にかけられた後、北京に送還された。なお1960年に法学者国際委員会報告書は、チベットにおいてジェノサイドがあった、明らかな証拠があると発表しており、7万個と上書は、この見解を裏付けるものとなった。 この七万こと上書について、州恩来は事実ではないと答えている。七万こと上書は1959年のチベット動乱に対する中共政府の過剰な報復的処罰を批判している。大躍進政策によるチベットの惨状について、パンチェンラマは州恩来首相に改善を求めている。チベットの多くの地域で民衆が合死している。地域によっては、 民衆が全滅してしまったところもあり、死亡率は恐ろしく高い。過去においてはチベットは暗く野蛮な封建社会であった。しかし、このような食料を不足を経験したことはなかった。特に仏教が広まってからはそうであった。チベット地区の民衆は極端な貧しさの中に生きており、老いも若きもほとんどが餓死寸前である。あるいは非常に衰弱し、 病気に抵抗できなくて死んでいるまた、公共食堂での食事を義務付けられた際、チベット民衆は1日あたり180グラムの草や葉っぱや木の皮などが混じった小麦が配給されるのみで、パンチェンラマは次のように書いている。この恐るべき配給は命を支えるのに十分でなく、民衆は飢餓の恐ろしい苦痛に苛まれている。チベットの歴史において、こんなことは起きたことがない。 民衆は夢の中でもこんな恐ろしい飢餓を想像することはなかった。地域によっては一人が風邪をひくとそれが数百人に伝染し、それによって多数の人が死んでいく。チベットでは1959年から1961年までの2年間、牧畜と農業はほとんど完全に停止させられた。遊牧民は食べる穀物がなく、農民は食べる肉もバターも塩もなかった。 いかなる食料も材料も輸送することが禁じられた。それだけでなく民衆は出歩くことを禁止され、携帯用の残破袋も没収され、多くの人々がそれに抵抗して、あちこちで抗争が起こった、カム地方でも1965年まで飢餓が続き、パンチェンラマが批判した惨状が継続していた。他にもパンチェンラマはチベット民族の消滅を危惧している。 パンチェンラマ10世は文化大革命の際に公衛兵に拘束されて1968年から1978年まで10年間投獄され、出獄後も1982年まで北京で軟禁された。パンチェンラマ10世は1989年の演説でチベットは過去30年間その発展のために記録した進歩よりも大きな代価を支払った。 二度と繰り返してはならない一つの過ちと自説を述べた。これは、中共政府の用意した原稿を無視した演説であった。その発言のわずか5日後、パンチェンラマ10世は死去した。中華人民共和国政府は死因を新近拘束と発表したが、チベット亡命政府や西側のチベット独立、運動家などは暗殺説を主張した。毛沢東の主導による、 大増産キャンペーンが全国で行われた結果、生産量を増大させた地方、地区がより革命的であり、その地区の共産党幹部がより有能で、昇進が約束される風潮が蔓延した。そして各地の共産党幹部は、目先の功を争い、毎年中央に、党の指導で、前年よりさらにこれだけ、飛躍的に生産を拡大させたと報告し、 現実の生産量を過剰申告したり、地区中の作物を一区画の畑に集めて写真を撮り、虚偽宣伝する事例が全土で横行した。ある地区で農作物の生産量が増大したと宣伝された場合、隣接地区の幹部も対抗上、生産量が増大したと虚偽報告するしかなく、中央への申告と実際の生産量とのギャップは年々広がる一方であった。そして、 中央政府は地方から報告された生産量を前提に輸出などに回す穀物の供出を地方政府に命じた。地方幹部は生産量を過剰申告したとも言えず一度増えた生産量を減らすわけにもいかず辻妻合わせに農村から食料を洗いざらい挑発した。その結果引き起こされたのが 広範囲の農村でが死者続出の大基金だったと、州本来に近かった関係者は証言する。飢餓の最悪期にも中国はソ連からの借款の返済に農作物を輸出していた。また都市部の倉庫は穀物でいっぱいだったという証言が残されている。1959年、毛沢東は政策失敗を認めて国家主席を辞任し、 実質的な権力を一時的に失った。結局、大躍進政策は数千万人の合死者を出す、惨憺たる大失敗に終わった。1959年、あるデータでは、大躍進政策による合死者数は3635万人であったという。犠牲者数には、諸説あるが、中国統計年間2017年版ですら1625万人もの、 人口減が確認できるほどの大飢饉であった。中国共産党の内部文書には1958年から1965年の間に4500万人が大飢饉で死亡したと記録されている。サミュエル・ジョンソン賞を受賞したフランク・ディケーターは、大躍進政策のための中国人死者は7000万人を超えると指摘している。 国内で起こった混乱や飢餓で生まれなかったものも含めると7600万人との分析がある。農村部では特に栄養失調者が相次ぎ食人行為が横行するほどの飢餓を生む大失敗に終わった。毛沢東政権下の死者の合計が1億人とする説も出現した。毛沢東は1959年に国家主席を退任し、劉少期が公認となる。 1962年1月の中央工作会議で、劉少期は3分の天才、7分の人才と大躍進の原因を評価した。毛沢東がただ一度の自己批判を行ったのは、この会議の席上である。しかし、中国共産党中央委員会主席だった毛沢東三部教育は変わらず、劉少期がトップとして大躍進政策の尻拭いを担当した。 しかし、1966年には再びトップの地位を得ようとする毛沢東の先導によって文化大革命が起きた。ありがとうございます。